さて今日はですね、市川海老蔵さんとの報道についてという、あたかもですね、熱愛報道のようなタイトルでお届けしたいと思います。ご安心ください。とっても前向きなエンターテインメントのお話でございます。今日はもう大ニュースでございます。早くもですね、各メディアさんが取り上げてくださったので、お聞きになられている方もいらっしゃるかもしれませんが、この度ですね、歌舞伎役者の市川海老蔵さんとタッグを組んで、新作歌舞伎、プペル天命のゴミ人間を、制作することが決定しました。やったー、すごい。もうタイトルからですね、お察しの通り煙突町のプペルを原作とした新作舞台ですね。で、今日はですね、どういった経緯で、こんな話が生まれたのかと、そしてですね、どんな作品になるのかっていう部分について深掘りしていきたいと思います。まずきっかけはですね、映画煙突町のプペルを見てくださった海老蔵さんの方からですね、プペルを歌舞伎でやれませんかとお声掛けいただいたところからですね。で、包み隠さずね、もう今言っちゃうとですね、海老蔵さんから話をいただいたときに、まず最初にですね、僕は、海老蔵さんファミリーが背負った物語が、やっぱ頭をよぎりました。で、煙突町のプペルっていうのは親子の物語で、それがですね、海老蔵さんファミリーとあまりにも重なったんですね。で、海老蔵さんがゴミ人間を演じて、勸玄君がね、その子供を演じると、お客さんはですね、その向こう側にある海老蔵さんファミリーのことをもう見てしまうんじゃないかなと思ったんですけれども、それもひっくるめてね、面白いと思ったんですよ。あと、海老蔵さんの方からですね、今回の舞台の主役候補の一人として、長女の麗華ちゃんの名前が出てきて、それも面白いと思いました。やっぱりね、歌舞伎は女性がなかなか立てない場所で、で、そんな中彼女がですね、市川ボタンとしてそこに立つ、その姿勢こそが歌舞伎だなぁと思うし、で、その姿勢がですね、また煙突町のプペルの主人公と重なったんですね。で、実はそれまでですね、海老蔵さんとは面識がなかったんですけども、一度会いましょうとなって、そこで意気投合して、まあ、多分大変なことも多いとは思いますが、チャレンジしましょうとなってですね、新作歌舞伎、プペル天命のゴミ人間を制作することが決まりました。で、ちょうどそのぐらいの時期にですね、海老蔵さんが歌舞伎という新作を発表されていて、で、海老蔵さんのブログにですね、僕と箕輪さんのスリーショットが載っていたので、西野さん歌舞伎に絡んでるんですかってよくね、当時質問されたんですけれども、そこはノータッチです。あくまでですね、僕が海老蔵さんとご一緒するのは、今回のプペルが初めてです。で、内容に関して少しだけご説明します。まずはですね、天命のゴミ人間というこの副タイトルですね。これ一体何なんだっていうところなんですけれども、ゴミ人間はこれは当て字でですね、美しさを守る人と書きます。で、天命っていうのは天が明るいと書くわけですが、これは何かというとですね、江戸時代中期、1781年から、89年かなの、日本の元号ですね。そうなんですよ。今回煙突町のプペルの舞台は江戸時代の日本なんです。これいろんな考え方があると思うんですけれども、僕個人的に、あくまでこれ個人的によ、は、アニメを実写化する際によく見られるですね、コスプレ感が少し苦手っていうのとですね、やっぱりね、歌舞伎っていうものがこれまで紡いできた様式美が僕は好きで、それを最大限活かすにはですね、江戸時代の日本がいいなと思ったんです。それで台本を、まあゼロから書き始めたわけですけれども、まあね、江戸時代に煙突町なんてないわけで、となるとですね、空を覆う煙はどうするんだっていう問題にぶち当たるわけですね。そんな中、1783年だったかな、元号で言うと天命2年とか3年の夏にですね、浅間山が大噴火して各地に火山灰を降らせて空を覆ったことがあったんです。これによってですね、日射量がこう低下して冷害をもたらして、聞いたことある人もいるかもしれませんが、天命の大飢饉っていうですね、江戸時代最悪の飢饉が起きるんですね。で、江戸の人たちが絶望に暮れたこの天命の大飢饉はですね、自然災害が引き金になってるのは間違いないんですけれども、調べれば調べるほどきな臭くて、そこに人間模様があったので、今回の作品の舞台にしてみました。まあ概念上の煙突町なんですね。で、こんな、なんだろうな、大胆な改変はですね、原作者にしか許されないじゃないですか。煙突町を江戸にするって言ってるんで。で、今回の僕の立ち位置っていうのは、なので原作、そして脚本、そしてビジュアル部分の演出ですね。で、一つだけ言わせていただくと、公演チラシみたいな感じでニュースに出たチラシのデザインっていうのは別に、あれは別に公演チラシではなくてですね、あくまでメディアの皆様に文字情報としてお伝えするようなもので、公演チラシは別で、がっつりと作ります。やっぱりね、海老蔵さんのゴミ人間のビジュアルを作り込んだもの、これを、これでバツンと、ガツンと言わせようかなと思っております。あと舞台美術はですね、映画からですね、もうミュージカルもそうですね、ずっと一緒にやらせていただいている、佐藤さんですね。佐藤さんはまあ有名なところで言うと、バンド世界の終わりの、ステージなんかも手掛けられている方でございます。その辺も踏まえて、
期待していただけると嬉しいです。まあ要はこのプペル天命のゴミ人間の舞台ってどんな感じになるのみたいな、その辺も期待していただけると嬉しいです。来年のですね2022年の1月に、やりますんで、来年1月のスケジュールはですね必ず開けておいてください。新橋演舞場でお待ちしております。石川海老蔵さんとタッグを組んで、煙突町のプペルが原作となった、プペル天命のゴミ人間を上演します。かなりすごいことになると思いますんで、必ずスケジュールは開けておいてくださいというご報告でございました。